はい、どうもタンタンでございます。こちら、カマカのソプラノですね、入荷してまいりました。こちらはホワイトラベルの、モデルとなっておりまして、芝エンドがね、こうスクエアな形になってるんで、まあ、80年代中期以降ぐらいなのかなという感じで、なかなかその割には、まあ、90年ぐらいだとしてももう20年ぐらいは経ってるんですけれども、その割にはね、非常に状態も良いんじゃないかなと。木目もなかなか独特で面白い木目ですね。で、全体的に非常にコンディションも良いかなと思います。さらにはですね、まあ使う方には非常に嬉しいと思うんですけども、ペグがね UPT に、交換されておりますので、このあたり、あの当時のねシャーラーのペグがどうしても使いづらいなって感じてる方多いかと思うんですけれども、非常に使いやすくなっております。鳴りの方も非常に、いいですね。乾いた感じがすごくよく出てて、しっかりとなりますね。かなり、枯れた乾いた雰囲気のする一本かなと思います。そうですけども、こう音自体もちょっと甘めな感じで、こうあまりにもねこう枯れすぎた感じっていうのではなくて、しっかりと、全体のこの辺のねオープンのコードで、こうコードストロークでも、ハイポジションの方の音がね、すごくこの辺の音がね、かなり抜けが良くなってる感じがするので、この辺も非常にまんべんなくね、いろんなところで演奏スタイル使われてた感じなのかなと思います。こちらね、あのホワイトラベル機のウクレレ、あのカマカですね、興味ある方はすごく多いかなと思うんですけども、さっき言ったようにどうしてもシャラのペグだったり、ちょっとまあ今となっては扱いづらい部分もねあったりはするんですけども、これはねそういったのをまあ解消して、非常にチューニングもしやすく、狂いにくくなってるかなと思いますので、かなり使えるこのホワイトラベルになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで、こちらカマカのですね、ホワイトラベル、1980年代終わりとかそのぐらいなのかなと思いますけれども、ホワイトラベルのソプラノサイズになります。かなりコンディションも良いかなと思いますので、ぜひ、ホワイトラベルのカマカに興味あった方はね、かなりのチャンスだと思いますので、お早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。